大変です、大変です。喧嘩が起きています。喧嘩じゃねえんだよ。毎朝、毎朝、毎朝。ジャン君。ジャン君のポンちゃんいじり。それさ、ちょっとどいてよっていうことだよね、きっとね。え、そうなの？ここ座りたいってことだよね。はい、どうぞ。ポンちゃんがね、どてーっと寝てたから、こうやってどかしてるってことだよね。ね、君たちさ、話し合いっていうのはできないの？でも、ジャン君、ポンちゃんはこんなだよ。ポンちゃんは急に起こされて、起きたらもうバトルになって、そしてどいたらこうでしょ。ポンちゃん優しいね。ポンちゃん優しいね。ジャン君。ジャン君、やり方を明日から変えてみよう。ね。運動なんじゃないの？朝の運動。あと1時間ぐらいは日が当たるかもしれませんが、それ以降は、このヒーターの前でお待ちしています。うん、ヒーターの下に猫砂がすごいです。ああ、掃除します。毎日掃除しても、こうなります。あったかい？ついさっきね、弱にしちゃったんだよね。もう一回、強にしますか。はい。温まって、直してね。ジャン君、でいいね。いい感じだね。ジャン君、連続3回目ですね。ジャン君、今日は少し暖かかったんだけどね、夜になると行きたくなっちゃうのかな。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、ですね、この、遠赤外線の、ヒーターを夜、これからもう、布団を敷いて寝るとこなんですが、夜は消します。消して、ここのベッドですね、ここの下に、安価を入れてあって、これに今電源を通しました。そのうちここで寝てくれると思います。そして部屋の方はですね、今エアコン切ってありますけど、これを入れて温めます。窓際の、あ、そう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 、これはここに乗らないようにですね、こういう状態にします。はい、ジャン君そこで寝てください。どうぞ。あ、曇ってる。ピントが。